結構きつくなってきたな。もう下ってきてる。早っ。こんにちは。おお、結構な荷物だな。もうすぐ1000メートル。もう 1000m、 こっちの 1010m ちょい休憩。うわっ、白ぶどういくつだったっけ。このこれだ、標高1400ぐらいか、じゃああと400か。この標高 100m おきに休憩しても3回休憩で着くな。よいしょ。あ、この感じだと1時には着くか多分。うわ、日向暑い。やった。誰かがいる。この車の人かな。少し色づき始めてきたかな、この辺りは。標高1080メートル。綺麗。1100メートル。もうちょい行こうかな。平坦なところが多くて。休憩できますね、この峠は。こっちから登る場合は向こう側からどうだったかな。色ついてきた。どっかで湖を確か桧原湖と小野川湖を見下ろせる場所があったはずだけどな。桧原湖の方かな。よっまだ休憩はノーカウント、ノーカウント。1200メートルまで行ってから休憩したい。こんにちは。やった。1200超えてるけど 1200m の標識がないな。おー。2人が磐梯山で、あれが桧原湖かな。やった。一応パノラマもこっちに明るさ合わせて。まだか。途中でやめられないのがおかしいよな。あ、デジカメバッテリーが危ない。日陰に行って休憩してデジカメバッテリー交換。日陰ないな。お、あ、それでいいか。これ見通し悪すぎる。こっち優先で。よし。まず。バッテリーどっちだったっけ。こっちかな。違ったか。違った。もう全然ないな。で、ホタファイの電波は中まだ来てる。写真のあ、左が切れてる、見切れてる。写真撮ってれをトリミングして、あこれ茨城、うん、うん、標高1200メートル、あと200メートル。ついと。お、いった。花部かな。あれミツバチっぽいな。うん、よし。よいしょ。うわ、ちょっと。涼しい風が。おお、こっちにも綺麗に見える。風景が澄んでるわけじゃないな。割と白っぽいですね。あ、でもよく晴れてる。よっと。西脇のスカイバレーか。山形の人が結構来てる。色は浅くなかった。弱い。すごく弱い。何取り方するんだって話です。結構飛ぶな。ありがとうございます。サムアップ。じゃあマクロ写真撮って。先ながら撮ってください。覚えてればこれで後で。イベント一覧の中に取り込める。1300、あと100ちょい。見るとあんまり紅葉見えないな。峠越えた向こうあたりのから見る反対側の山の紅葉がすごいんですけど、向こう側の山っていう方が標高高いのかな。と60メートルぐらい。本当。 方角が変わるな。なんだ、なんだ。あ音が変なおばさんがぬいぐるみ持ってる。変なおばさんね。最近してないと走る頃切れたら分かんないからね。 どこから音なかったんでしょうかね、これ。かなり風切り音がひどいことになった。そんな風切りってなかった。 次にスタートしたから。 3時間半、12時、あ、ついさっきだのロケ。3時間半、8時25分、53分、11時53分だから、15分ぐらい、15、16分ぐらい。これいってるの早くスタートしてる。あと、そうか、三河もたんか。時計をどっちだ、こうか。12時10分、7、8、9、10、早め気づいてよかった。お、なんか見えてる。あっちは会津の方かな。結構広い盆地と市街地というか、田んぼかなあれは。飛行機。綺麗。もうあと10メートルぐらいかな、標高差。の割にまだ地図上で峠の名前がまだ見えないな。さっき下から見えたの本当に峠のとこだったんだ。味があるな。これ中間色が使えないから多分取り込んだやつを手で日変換してあるんだろうな。味がある。映ったかな GoPro。電光掲示板の旗をブンブン振り回す人の動画を表示してるやつの中間色がなくて01の白黒化したやつでした。今のはあれはあと1分0秒59。もう大体登り終わってるな。確か白布峠はピークのほんの少し向こうだったはず。間違えた。おお。パンダが笹まで持ってる。この笹のとこ色つけるので、あ、どうせシールかな、これは反射シールだ。一番長いんじゃないのかな。そうでもないか。さっきのところがやっぱ眺めいいな。あれまたか。10、9、8、7、6、5、3、ギリギリまで来るな。1、0。お、駐車場がある。確かトイレだけあったかな、ここは。白布峠は。ああ、万代さんがよく見える。やった。これじゃない。白布峠の駐車場、これじゃない。でも一緒に寄っていこう。君に車を来始めたんだ。さて、今のうちウィンドブレーカー着とこう。やっぱりお茶出して飲まなかったな。ちょっと下った先が駐車場だったはず。か屋台露店みたいなのあったっけ。ポン酢とか売ってると嬉しいけどな。そこに見えてるのはジャガバターかな、あれは。これがホイリ。あそこにもなんか建物あるのは、あれ白盆栽のあたりかな。あれびっくりするほどの紅葉じゃないな。まだ割とまだ緑が多いな、意外と。まあいいか。とりあえずトイレ行ってご飯食べていくか。こんにちは。やった。ねえ。今日は裏磐梯の五色沼のところから来ました。やった。録画しながら。結構きついっすよね。そうです。でもこっち側登るのは気持ちよかったですね。きつかったけど。いやなので自転車で。押したりしなかったんですか？あ、一応休憩いっぱいしましたけどね。足突っ張っちゃってもうダメでした。今日どっちからなんですか？あ、こっちから。こっちは展望所があると強制的に休憩になるんで。でこれから下って白盆温泉ですかね、やっぱ。で米沢から新幹線で今日関東に戻ります。やった。そうそう、足つかないとかいうのは全然考えてないんで、私は足つかずに登るとかいうのは全く考えてないんで。やった。ちょっとしばらくこっち向けとくか。ガリバラにも脇ぐらい。まあ車で元に戻るっていう。それを繰り返すなんです。で、なんか動作が渋くなってるのか、なんだろう。今は新幹線組んで、これも沿って。タイヤって前外してあるんですか？前後外して、でフレームに束ねて縛り付けて、でひっくり返した状態で立てて持ってくるんですよ。大丈夫かな？そうか。こういう録画とか、あと電波があるところだったら生放送とかしながら走ってくるんで、ここにカメラつけてね。何がバッテリーとかいっぱい入ってます。インターネットかなんかに投稿するんですか？そうです。あ、投稿というかリアルタイムで見せてるんですよ。豚汁とか売ってたらちょうどよかったんですけどね。豚汁ないですか？おにぎりとか。ジャガバッタとか美味しかったですよ。ジャガバッタと玉こんと、あとなんだっけ、小焼きか。お疲れ様です。どちらまで行くんですか今日は？今日私米沢に下って、で新幹線臨港で関東に帰る。おお。どちらから？どっからだ？寒くないかな？おととい福島駅から出て、スカイラインの入り口まで登っておいてやってきまして、スカイラインとレイクラインというのを通って裏磐梯に泊まって、今日こっちの方が。電波来てるの？そしてまた、あれ降りながら景色眺めながら各駐車場で止まって眺めして帰ろう。1泊おいくらぐらい？気をつけて。テントなんですか？いや、そこまではかかる。だからな。3週間前に日焼け止めつけてたんですよ。こういう今録画したり、インターネットで生放送したりするので、バッテリーばっかりになっちゃうんですよ。ああ、ありがたい。次はやる。ああ、可愛いね。ランプのあたりまで。青森、北海道は何日間ぐらい？土日の間全部ですね。空港で飛行機で行けるんで、苫小牧、そこからフェリーで。ったやつだよね。じゃあ昼にします。方向おいで。そうか。ちょっと高いもんも欲しいんで玉こん買ってきます。玉こんにゃく。もう釣れたいな。こうして繋がってない。遅い。あれまだ繋がらない。なんで言葉に繋がらないんだこれ。意味がわからん。IP アドレス取り入ってる。繋がった。動きがおかしいな。開始。ここが最新で、あ、光が反射して見づらい。よし、つながった。転送速度はあ、意外といってるな。あ、いたいた。で、ちょっと待ってください。読み上げ今 iPhone の方でやるので。認証通してコメントしとく。来た、よし来た。というわけで、低い、ですね、日が当たってるんで意外と暖かいです。電波意外と来てますね。よーし、OK。で、これが私が過去見た中で一番綺麗だって言ってた紅葉の場所なんですけど、まだそれほどでもないな。うわ、びっくりっていうほどの紅葉じゃないですね、まだ。あれ、読み上げがもうちょいですね。あと1週間まで待たなくてもいいぐらいかな。そう、でもいいとこです。いらっしゃいませ。ここは白布峠。もっとですね、電波がないのと規制食らってるみたいで、すぐに映像来なくなっちゃうんですよ。だけど私は放送は一応皆さんに見せようとする努力はしてますよ。実際もちろん優しいです。安心していいですよ。もう胸に飛び込んだりしていいですから。うん、ご飯食べました。今コンビニで買ってきたおにぎりとか食べました。今夜は自宅に帰ります。で、電観測、まず夜死にます。ここは夜0度切ると思うんですよね、今。よし。じゃあ、電波がある間だけやろうと思います。努力してます、一応。そう、貴族ですから。下船の皆さんには優しいですよ。ブラック、そうですかね。下船とか行ってるのが良くないのか。で、峠は私前来た時夕方だったんで、見せなかったんですけど、今はじゃがバターとたこ焼きと玉こんにゃく。もうか。早速ダメか。バスも来るのか。珍しいこと。もうダメですかね。早いだろう。天気がいい日は、そうですね。天気がいい日は心に余裕がございますので。やった。そう、露店があるんですね、ここ。前来た時、露店撤収した後だったかな、どうだったかな。少なくともやってなかったですね。前来た時も夕方近かったし。というわけで、ここから山形県米沢市です。今までは福島県の何だった、福島県のどっかでした。これが白布峠。ああ、やっぱり悪いか。いや、じゃがバター400円でした。玉子200円。玉子はからしつけすぎてちょっと辛かったです。あと昨日ですね、レイクラインってとこで作った玉コンはマスタードがついてきたんですよ。小さい袋のマスタードとからしも同じようなもんですけど、味が違いますね。マスタードはいろいろ味がついてて割とうまい。玉こんにゃくマスタードで食うのはかなりうまかったです。さて、今の状況を確認しようかな。どうせまた60キロ BPS 前後なんだろう。ほら、やっぱりガソリンか。なんか今ありました。やっぱりですね、まあ通常発進しとこうかな。後ろきくさいですよね。他にだってなんか動きとしておかしいもん。あ、ちょっと上がった。下がった。ダメだ。まあ、この枠は、まあいいや、説明いらないか。進みますと。まあ、エリアもこんにゃく辛かったです。で、あとは次は、下っていって、白布温泉っていうところで、風呂入ります。あ、北塩原村だったのか、ずっと。ってことは、裏磐梯のあの辺りも北塩原村かな。福島県から山形県に入りました。で、あとはもう今日下りだけのはずです。ちょっとギア上げといて。本当になんか電波というか通信速度ひどいよな。まあ秋田あたりで配信した時にもほぼ同じ状態になりましたね。真っ暗、申し訳ないです。でも通信速度はポタファイン故障ってことありえるのかな、こんな故障。多分基地局側で操作されてるんじゃないかと思うんですけど、私は日頃からリモートデスクトップとか表示しっぱなしで待機食いまくってますからね。あ、イベントありがとうございます。でもこれタイムシフトで見ても結局真っ黒なんですよね。まあ、枠は一枠取ったんで放送できるかどうかともかく進みます。確かこの先滝が向こうの方に滝が見える、2つの滝が見える場所があったはず。いや、北方ラメ行ってないです。もっと西の方ですね、会津の方。昔北方には行って朝ラーメンしたことありますよ、番内食堂で。番内食堂とかミーハーとか言われそうだ。坂内じゃなくて番内。あ、音もダメですね。まあ今回放送ほぼできてないな。まあでも今は GoPro が撮れてるからそんなに悔しくない。風、ああ、これウェブカメラなんですよ。今日はオーディオデバイス壊れてしまったんで、なのでちょっとした風ですごい音になります。ああ、前見たのこの辺りかな。確か駐車場みたいなのがあって、もうちょい先か。紅葉、前見たのよりもかなり色が薄いな。緑色じゃないところにしても、あるいはあれ夕方だったからかもしれない、もしかしたら。あ、ここだ。じゃあツイッターで流しますかね。真っ暗、申し訳ないです。あ、またここでもじゃがバターやってる。玉こんにゃくもやってる。よっと、米沢牛かな。探す時間があれば食いたいですね。うん。ああ、でもまあ綺麗かな、やっぱり。こっちからこうやって視界いっぱいに見えるのが綺麗なんだな。よっと。うん、これガードレール乗ったら壊れるよな。ツイキャスか。これ、あ、光の向きがいいよな。逆光にならずに。お、いらっしゃいませ。でも黒いと思います。いった、つながったかな。看板で、あんなとこでなんか暗いな。ここで明るさを合わせて、こんなもんか。じゃあちょっともう一遍接続し直してみようかな。今日はここが目的だったんだから。前あっちまで見えてたっけ。繋がらない。パノラマでいや、こんにちは。真っ暗らしいですけどね。よっと、黒い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 。ダメだ、全然来ないな。ビューポイントに。ああ、切ったのに映像ダメですねと。ツイートチャレンジ。天気はいいんですよ。あれ、綺麗な場所だ。申し訳ないです。振り返りそうですね。写真をトリミングで切り抜いて、こうかな。白布棘の紅葉。ツイッターとかのアイコン用に自転車入れたとか、よいしょ。いまいちだな。よっ、やっぱりこう下の方まで見えてないとな。やったツイッターが成功したとあまり思えない。 YouTube 申し訳ないです。あ、いったいった。よし、ではこのまま下り続けて、この枠は終わります。次は温泉に入った後16時くらいにやってみますと。よし。申し訳ないです。あそこ建物あるな。あ、そうだ。静止画っぽいです。スタートボタン押してないってことないよな、まさか。さっき電枠つなぎ直して、あ、開始ボタン押してないや。これでいけるかな。で、今ここも停止開始。これでよし。よし。お疲れ様です。でも確かどっちにしろこの先なかったよな、電波は。白布温泉のあたりまで。あ、こっちは結構紅葉してるな、北側だからかな。うん。ちょっと。どんぐりか。なんかキュッキュッっていってるな。どっか緩んでるか。ああ、日陰は寒いな。でもまだこれでいける。なんか気になるな。大体こういう時はキャリアのネジ止めしてるところがちょっと緩んでた。やった。ああ、結構緩んでたな。この超ネジキャリアを内側からネジ出して超ネジ止めでするのは輪行のしやすさのためだけなんですけど、やっぱ走ってると緩みますね。まあでも外れてしまっても内側から出っ張ってるネジ山がというか、まあネジどっちだ出っ張ってる棒が支えてくれるんで、脱落まではほぼいかないんですけどね。頑張れ、ありがとうございます。今何も音も映像も言ってないんですよね。しばらくコメントないと忘れてしまうな。そういや、まだ枠の中だった。忘れるというか意識しなくなってんだな。どちらかというと YouTube 動画用に独り言言うようになります。でもコメントを受信してるってことはまだ完全圏外じゃないのか。おう、双竜橋だ。双竜橋か。そうそう、なんか2つの竜が同行で滝が2つ見えるとこだったはず。お、トイレもある。トイレは 3.5 キロ先なんだ。犬連れてきてる人が多いな。え、どこにどれがそういう、全然見えないな。あら、金払ってないのか。木が刈られてないですね。ちょっと歩いていけばいいのかな。前来た時は確か2つの滝が道から見えてたと思うんだけど、黒滝、赤滝、総流橋。逃げない、逃げない。ああ、そこになんかある。あれ、どこ行ったの？一応ちょろっと行ってみるかな。ああ、でもはい、これ厳しいな、やめとこう。確か昔2つの滝が見えて、なるほどと思ったような気がするんですけど、はい、見えないな。狼は L のローだったかな、あれは。諦めた。延長はないです。よし。総流橋と、あとなんか他にもあったような気がする。あれ、こっちから見えるんじゃないか、もしかして。こう端っこの方まで切って、あ、やっぱり、ああ、でも片っぽしか見えてないのかな、あれは。いや、両方見えてる。こっちから見たんだったっけ、前は。ですね、GoPro 用に写真撮って、でこことここですっていうふうに矢印を後で編集すればいいはず。一応ズームで撮っとくかな。もうちょい下げて、こんな感じか。あそこから見えないのか、もともと。こんなの申し訳ないです。西吾妻トンネル。つけるの遅かった。あと凸凹すごいな、このトンネル。おお、あったよな。恐ろしい。ライト消して寒くなくていいな、本当に。何もないように見えるけどな。さて、放送はもう終わったかな。あ、終わったか。じゃあ終了。状況は弱、難しいかな。また真っ黒は失礼しました。次は白温泉に入った後、エリア内に来てから放送を試します。15から16時、ダメっぽいな。どうしようかな。ってないっぽいな。場所によってえらい空気が冷たいところがある。こういう皿があるところは冷たいな、空気が。あ、iPhone4 また切り忘れてた。どっかでこの辺りでいいかな。あったかい。残りバッテリーは 50% か。で、録音 OK。 GoPro は角度 OK、 レンズ OK。 残り1時間か。1時間20分。白本線までは持つな。ここで交換しとこう。久しぶりペダルこいた。お、温泉はロープウェイの入り口か、これ。入り口、入り口じゃない？入り口かな？もうちょい先からだな。ってことは前休憩したポンプ室みたいなのが右側にあるはず。まあ来た時はここで日本一周をやってる、ブログを書きながら日本一周をやってる人がこの辺り来てて、あ、この小屋だ、あそこの小屋のこっち側の面にその自転車が立てかけてあったんですよね。その人は風呂から戻ってくるまで待ちはしなかったですけど、結構登るな。温泉もこっちでいいんかな。いや、白毛温泉 0.2 キロ、もっと先だ。本当だろうな。これは水の屋旅館。ちょっと念のために、あ、ツイッター失敗してる。ちょっとまずはツイッターの下書きを再送、再送してから、お、一瞬でいったな。現在地で西アルカンあった、これだ、すぐ先にある。西と中と東があって、それぞれ温泉があるらしいですけど、昨日ユースに泊まった人が言ってたのは、西屋のお風呂に入って500円だったけど良かったと言ってました。なのでそこにしよう。確か源泉がじゃんじゃん流れてて、ただし石鹸とシャンプーはないって言ってたな。温まれれば、これすごいよな。ん？あっちは東の方だ。西はどれだ？これだ。西屋旅館、こんなとこあったっけな。前通ってるけど覚えてないな。じゃあ駐輪してから風呂入ってきますかね。思ったよりなんか冷えてないけど、まあ温まっとこう。西屋と長屋と東屋が近すぎる、並んでるじゃないかこれ。じゃあ録画は一旦ここまで。風呂入ってきたら続きやります。